2010年、2022年野球29万人、17万人、サッカー29万人、25万人。小学生の野球人口の減少、マジでヤバいことになっていた。そら大谷も焦るわ。大谷グラブで痛感するのはどこで軟式野球すんの？ってことよな、軟式を打てるグラウンドなんてほぼない。とりあえず運動場を抑えたら野球できるってのは大事よな。大谷みたいなスーパースターが寄付したらなんぼ管理面倒でも捨てられへんし、ほんま素晴らしいことやわ。大谷の寄付でなんかハッとしたけども、ほんまなら NPB が全小学校にグラブ配布とかした方がええよな。ふっと興味持った時に学校でやれるのと親に買ってもらわなやれんのでは大違いや。17万人くらいなら大谷の財力でみんなに高校卒業まで野球道具配れるやろ。こいつらを大事にしろ。吉田正尚は年俸に活躍が追いついてないし、全校に1個くらい寄付してほしい。むしろ大谷の活躍が野球のくだらなさをあらわにしたな。メジャーで真面目にやってるやつ大谷一人説。プロ野球の人気にかまけてずっと目をそらしてきた結果やね。野球人口の減少なんて何年前から言われてたんだよ。見て楽しいエンタメではあるけど、やって楽しいスポーツではない。プロになれるレベルのやつはどんどんやればいい。そうでないならバスケかサッカーやればいい。日本は少子化以上のペースで野球人口減ってるからな。人数集まるの前提だから、一人やらないとじゃあ俺もやらないってなる。金かかる、人がたくさん必要、場所がいる、そらそうよ。死ぬほど頑張ってプロになったところで米食えないのに誰がやるんだよ。人数揃わなきゃ成り立たないのがもう終わってる。投手や捕手みたいなポジションも簡単に替えが利かないし、野球も体格という壁でレギュラーなれないからのう。チビでもワンチャンあるのマジでサッカーしかない。お金もかからず健康そうなサッカーの方がいいよね。野球は坊主のイメージが強すぎるんかな。サッカーのが女子にモテるんだからそやしゃあないな。大谷しか頼みのつながない。